パパーンパーンはっはっはっパパーンパーンパーンヘイドリアンパパ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 ヘイドリアンパパパパパパパあとは、あと、まあ、あんのはあんねんけどね、全部出したらね、まあ、ここじゃあバルボーさんで埋めとく？これ。これバルボーさんっていうかロッキー見たからね、最近ロッキー1、2、3、4って見た、全部。あの、一応、ロッキーは全部でまだまだあるんですけど、ゴーがあってファイナルがあってでクリードっていうのがあってでもう一個クリードっていうのがあるんですけど、あいいやんいいやんいいやんあいいやんいいやんいいやん、それも見たからねロッキーをずっと見てたね、かっこよかったなロッキーは。やっぱりやっぱロッキーを見てみんな恋愛すべきやと思うね、うん、エイドリアンさんとエイドリアンさんとでバルボアさんのね二人のこの恋愛の形っていうかな、うん、あれはやっぱり素晴らしいものがあったよね。でも特にロッキー2はもうぜひ皆さん見てほしいね。男の子にはロッキー2見てほしい。ロッキー2はもう逆にエイドリアンはロッキーのことを思って試合にロッキーって知ってた、みんなロッキーって1からファイナルまで6個あんねん、一応ロッキーシリーズな6個あんねんけど、全部これロッキーバルボはボクシングやめたいって言ってるから、ね、これ一応そういう話は知ってた。ロッキーはちなみにロッキー1始まった時にはもう20勝以上負けてんねん、20敗以上負けてんねん。だから総トータルで言うと、まあ、40勝20敗ぐらいしてんねん。それからスタートやねんロッキーって実は。だから無敗の王とかじゃないねん。でそういうスタートやねん。めちゃめちゃ負けもしてるし、全然別に普通の知らないボクサーやねん。で常にロッキーはやめたがってんねん。ロッキー1からロッキー6までやめたがってんねん。やめたいやめたいして、でも戦うってことになるっていう、そういう、せやめりゃいいのに、やめへんねん。なんかこう、あんねん、理由が。やめられへん理由が。で、そのロッキー2では、エイドリアンがロッキーと話して、エイドリアンは、その嫁さんね、ロッキーはもう体にもう毒やし、ボクシングなんていうのはもういいじゃない。一回チャンピオンになったんだから、もういいじゃない、チャンピオンになってないか。まあ分からんけど、もういいじゃないって言うのよ。もうあなた戦わなくていい、いいじゃない。子供もいるのよ。もう未熟児の子供が生まれたんですよ、ロッキージュニアって子供ね。名前ロッキージュニアって言うんだけど、でまあ、その男の子が生まれたから、もういいじゃないって言うねん。止められんの、止められて止められて止められて、でも最後の最後、最後の最後折れたそのエイドリアンがあのロッキーに行っておいでというね、買ってきてねっていう、その一言でグーってこっち上がってくるね。もうほんなミッキーっていう、あごめんあれじゃないで、ウォルトの方じゃないで、ミッキーっていう、ま、あのトレーナーがいいんだけど、そのトレーナーがよし行くぞ、何してんだ行くぞって言って、あいそいつがめちゃめちゃうるさいねやんか、行け行けロッキー行け、あやつをぶち殺してやるんだとかずーっと言うてんねやんか、そのリングサポートとして。ずっとそのミッキーっておじいちゃんがいんねん、死ぬねんけど、そのおじいちゃん、そのおじいちゃんがあのこう行くぞーって言って練習してかかった時にパパーンパーンって流れて流れんのがもう俺はもう最高に上がる。それとキングヌーの白日聞いてる時上がると水溜りボンドさんの動画見てる時上がるほんとに、まあ、あれだけはみんな見てほしいね、2だけ見てほしい。容赦ない、全然ネタバレしていくよ、ね、もうネタバレの規模じゃないよ。勝つから、ほんでアポロクリードにいやもう全部全部言う、いや全部もう分かった上で見てください、それはもう。はい、いいんでいいんで、全然 そこじゃないんで、全部見て得てほしい、もうそこじゃないんで。僕の結果なんてもうどうでもいいんですよ正直。だってだみんな例えばじゃあアイアンマン見るやんか、勝つって分かってない、アイアンマンが負けることなんかないやんか普通に考えて。アイアンマンってタイトルやねんからさ、スパイダーマンってスパイダーマン負けるわけないやんか普通に考えて。でそれを考えた時にそれでも見るんだから我々、だから大丈夫、ロッキーは勝つね、ロッキーってタイトルのロッキーは勝つね、勝つ。でもね見た方がいい、あれはもうほんとグッと燃えてくるよ今もしこれ頑張らなあかんって思うんやったら。まあでもちょっとあの離婚した人にしては申し訳ない、無理やと思うけどね、うん、やる気なくなってしまうんじゃないかな逆に。この首かしげた人は、そうそうそう、これ今年の俺のハロウィンコスプレの、ね、これバルボアさん、俺スノーかかってると思ってたやんか、バルボアさんスノーかかってるんちゃうねんね、これこれな、ほんまにバルボアさんこんな顔してた俺ロッキー 見たから分かるけど、ほんまにバルボアさんこんな顔してんねん、これの感じで。こう相手が目の前にこうやってボクサーとしてこうやっていると想像してみ、これ絶対戦えへんやろ、絶対戦えへんねん、バルボアさん。あのバルボアさんをな、一つ言うとこは、ロッキー見る前に事前の予備知識としてバルボアさんはガード知らんからあのロッキーの映画に出てくる登場人物のボクサー全員ガードせえへんから、全員ノーガード、
一発一発 100% 当たるから、バルボアさん一発パンパンパン一発一発首を後ろに跳ねのかして跳ねのかしてってそれすんねん。俺はこれはある意味それが守備なんじゃないかなと思って、だからやっぱりフェザー級王者、元フェザー級王者伊達さんね、伊達さんのあのこう首をこうひねってね、首ひねりでこういなすっていうあれと同じことをしてるんじゃないかなと俺は思ってるね。うん、ノーガードだ、ほんまノーガードが常にパンチ当たるから、ノーガード、うん、ノーガードノーガード練習はすんねんで、パパーンパーンの練習の時にはガードとかしてんねんで、思いっきりガードしてんねんけど、試合ではノーガードノーガードとかも手を上げる気がない、もう一切手を上げる気がない、ね、常に相手もね強すぎやねん、そう強すぎ、最初もボッコボコやられるから何を考えてんねやな、この時の顔ものすごいシビアな目してるよな、なんかロッキーのと試合したんかっていうぐらい目腫れてない、なんか俺どうしたんやろ。ロッキーちなみに左利きやからね、ロッキーはロッキー1からサウスポーやねん、こう見えてこう見えてサウスポーやねんけど、左利きで普通に左構えのサウスポーの形を取ってんねんけど、2回目のロッキー2でミッキーっていうプロレーナーが、お前もこのままいったら勝てへんって言うの、だからサウスポーからサウスポー帰ろっていうの、普通に右利きの構えで構えて俺がいいって言うまでサウスポーをしろっていうの、分かった、じゃあ俺それで行くって、でもその付け焼き場のサウスポーを変えたところで、いやいい、それしかないんだ、お前にはそれしかないロッキーって言って、俺それでロッキーそれさせんねやんか、で練習すんねやんか、でアポロクリードとの試合があるね、2回目の試合最初から右構えで、あとロッキー右構えだ、サウスポースタイルじゃなかったのかって言うねんけど、次のラウンドにはもう左に変わってたからな次のラウンドからはもうサウスポーに変わって、ミッキーの指示なく、すごいやろ、何にもなかったからに、あの伏線を一体誰が回収すんのか俺ずっと気になってる、あれを回収する日が来ると思うんだ俺、まだ最後のロッキーシリーズ最新作として最後ロッキーサウスポーに戻すっていうちゃんとやっぱミッキーが、ミッキーはサウスポーに戻せって言うねん、14ラウンドぐらいでミッキーは一応映画内で15ラウンドぐらいあんねん、あれ昔の映画やから15ラウンドなんだけど、15ラウンドぐらい目の時に言うねん、ロッキー今だサウスポーにするんだ、でもロッキーはサウスポーにしてんねん、もうさっきからない2ラウンド目からしてんねん、そこやねん、いやそこを見てほしいねん、もう見てほしいとこばっかり言ってるよ、逆に見たってしゃないやろみんな、いやもう見てほしいわ逆に、だからこんな変に逆にネタバレをすると見ないでしょって、いやネタバレもクソもないね、勝つんやがロッキーは、ロッキー勝つの、だからどう勝つかって、ここはでも見どころよっていう、ほんまかーって言うて見るやろみんな、ほんまかーって、それ一切ガードせえへんしな、ミッキーが言うことといえばボディを殴れとしか言わない、ボディだボディを殴れロッキーボディだミッキー死ぬねやんか、ミッキーにロッキー3ではミッキー死んでしまうねん、ミッキー死んでしまうねんけど、その最後にミッキーにロッキーは嘘つくねん、その試合は負けてん、ロッキーが試合負けてしまうねんけど、ミッキーにでも ミッキーがうわーってもう倒れながら、ロッキー試合には勝ったかって言うねん、やったよ2ラウンドで KO 勝ちさって言うねん、それでミキは死んでいくっていうね、うん、もう見た気がするよ、それがロッキー3やね、ロッキー3はもうほんま名作やからね、ロッキー3はそれで、まあ、倒すんですよ、うん、で、まあ、そのリベンジマッチして倒すんですよ、まあその時にトレーナーにアポロクリードのトレーナーがついてくれてな、でそのアポロクリードのトレーナーがまたええやつやね、めっちゃ面白いね、これがお前ならやれるって言うねん、絶対、ほんでロッキーは言い返せなあかんねん、お前ならやれるって、絶対やれるって言うねん、次絶対やれるってロッキーは言わなあかんねん、そういうルールがあんねん、お前ならやれるお前ならやれる絶対やれる絶対やれるもうなロッキーがちょっとお前ならやれるやったら俺ならやれるが言わなあかんのに、お前ならやれるって言ってしもてるっていう、ここロッキーの一番で見どころやからマジで、お前ならやれるって俺ならやれるって言わなあかんのに、お前ならやれるお前ならやれるってロッキー言い返しちゃうっていう、もうこれがもうね、おーっとっていう、そこまで忠実に守らんでいいのにって、それがねやっぱこのロッキーとそのトレーダーのいいあれなんよね、うん、お前ならやれるお前ならやれる絶対やれる絶対やれるよし行こう行こうって言ってロッキー出ていくねんからコーナーから、よし行こう行こう行こうって言ってロッキー出て行ってで勝つっていう、これがロッキー3な、面白いやろ、こう面白い、ロッキーだからってロッキー3全部面白い、
ロッキー4、そしてアポロクリードが死んでしまうっていう、全部言うけど、ロッキー4ではその盟友であったアポロクリードが死んでしまう。ここでそのトレーナーが出てくるんだったかな、確か。あ、そう、それがロッキー4。ロッキー5はちょっとまた違う話になる。でロッキー6っていうね、それロッキーザファイナルっていうね、最終的にロッキーは試合を引退するということで、まあ、レストランを経営してるんですけれども、まあ、ロッキーはそこで引退する。その時にロッキー1で出てきた女の子をね、ロッキー1 で道を歩いてた女の子に、実はそのロッキー6の時はもう何十年後だ、その時にロッキーは恋しちゃうね、そういう話もまだあったりなんかしてね。こちなみにロッキー6、まあ、ロッキー の, そのファイナルでは本当のボクサーが出てきます。これライトヘビー級の世界チャンピオンが、その当時のライトヘビー級世界チャンピオンが登場するということで、今まではアポロとかそのもうほんまガードを一切しないようなやつらとの勝負やったけど、こうちゃんとやっぱりねプロボクサーのジャブっていうのは、ね、いかに速いかっていうのも見られるっていう、もう本当に素晴らしいですから。シリーズは6まである。そう、6がファイナルね、ファイナル、ロッキーザファイナルってやつね。でその次にクリード、でその次にさらにクリードのまた違うやつっていう、この2個クリードがあるんで、まあ、これはもうぜひ皆さん、ね、あの、まあ、クリードはいい映画なん、クリードでいい映画なんですけど、まあ、ロッキーを見たんだらやっぱロッキーからやね。カーマイン神父、うん、アポロクリードの勝負しに行くときにね分からへんと思うけど、みんなの、そうなんですよ、それはねもうあるんですよ、祈ってくれっていうね、ロッキー、もう試合に遅れんねん、もうロッキー試合に遅れそうやねんけど、神父さんの家に行ってね、で祈ってくれっていう、俺は勝つように祈ってくれ、あのてんてんって有名なシーンはロックは、てんてんって何やろ、てんてんか、てんてんか、それは常にあるよ。でもアイオブザタイガーはロッキー3から、うん、確かライオブザタイガーやったかなっていう曲、ファイヤーやったかなっていう曲はロッキー4かな、3かな、3やな、3でロッキーが、そうそう、3でロッキーが階段で豪邸に住んでる時に、そうそうそう、階段でエイドリアンと話すんねん、あなたあの人と勝負しちゃいけないよ、殺されるわ、あなたなんて殺されるわって言う、でも俺はやるしかないんだファイターだからって言うて、キャデラックに乗って車走るって時に初めてアイオブザタイガーが流れるおいおいおい、ロッキー芸人やと呼んでほしいぐらい、アイオブザタイガー、そうアイオブザタイガーや、それ流れる、そこで初めて流れるね、こう黒い車道にね、こうネオンだけ光の街灯だけバーって映る中で、ロッキーバルボーがキャデラック運転してる時にそれが流れるっていう、めちゃめちゃかっこいいから、それはもう見てもらいたいね、ぜひ。ちょっと似てるやろ、俺ファイターだ、やるしかないんだよ、ちょっとロレツ回ってないんだよね、ロレツ回ってないっていうか、顎がものすごい内側っていうかね、そんな感じね。まあでもぜひ見てください皆さんも、ロッキーはね、アマゾンプライムに入ってたら、アマゾンプライム、俺ガーファの回しもんかもな、でもガーファの回しもんやわ、もうそれでね、ぜひ見てくださいということでね。